どうもこんにちは、山際です。今回の動画はですね、ご質問いただいておりましたので、ご質問に対する回答をしていきたいと思います。はい、でこんなご質問いただきました。アメックス SPG で決済するのか、楽天でポイントアップさせて交換するのか、どちらの方が利率がいいのでしょうか、というご質問ですね。ありがとうございます。このご質問をいただいた動画自体が楽天ポイントの貯め方に関するお話だったので、楽天でお買い物をするときに SPG カードで決済した方がマイルが貯まりやすいのか、それとも楽天カードで決済した方がマイルが貯まりやすいのか、というご質問だと思いますので、これに対する回答をしていきたいと思います。で、結論から言うと、楽天カードの方が若干マイルの交換率としてはお得になっています。その理由を解説していくとともにですね、どうやって楽天ポイントからマイルに交換していくのかみたいなことですね、お話をしていきたいと思います。そもそもなんですけども、楽天でお買い物した時に貯まるその楽天ポイントというものの一つに、期間限定ポイントっていうのがあるんですね。この期間限定ポイントだとですね、マイルに交換することがそもそも楽天の中ではできないので、なかなかこれマイル交換しづらいなというふうに思っている方もいると思うんですけども、まあ、ちょっとしたコツがあります。そこら辺もかいつまみながらお話ししていこうと思うんですけども、シミュレーションして表にまとめてありますので、その表とともにお話を進めていきます。でまずですね、流れとしてはこうです。楽天でまずお買い物をします。で、まあカード決済しますのでね。それすると楽天ポイントが貯まります。貯めた楽天ポイントを楽マを通してモッピーポイントを購入します。で、このモッピーポイントっていうのがちょっとネックなところで、販売されてる時と販売されていない時があるので、販売されてるタイミングで買われてみてください。これいつでも買えるような状況には今なっていないです。で、モッピーポイントを購入したらですね、まあ、モッピーのポイントが貯まるので、そのモッピーのポイントをマイルに交換していくっていう流れですね。詳しくお話をしていきますけども、まあ、例えば、5万円分楽天市場でお買い物をしたとします。SPG カードで決済した場合で、お話を進めますね。そうすると、SPG カードで、決済すると、まず SPG のポイントがですね、1.25% 分ポイントとして還元されます。数字がややこしくなってしまいますので、3分の1でこれ計算しています。さらに、楽天でお買い物した分のポイントも還元されます。で、ここではですね、楽天の、まあ、SPU の倍率を上げたりとか、キャンペーンのイベントの時に、タイミングよく買ったということを想定して、一応ポイントが 16% 分もらえるというふうに計算しています。なので、5万円分買って8000ポイント。獲得できるという計算ですね。で、それをですね、ラクマを通して、モッピーポイントを購入します。で、ラクマは期間限定ポイントでも使うことができますので、8000ポイントの楽天ポイント8000ポイントを、例えば仮にですね、1ポイント 1.6 円でモッピーポイントが売られていたとしたら、モッピーポイントが5000ポイント分手に入るというわけですね。で、ここから ANA のマイルに変えるか、JALの方に変えるのかによって変わってくるんですけども、 ANA のマイルに変える場合はモッピーポイントを持っておくとエクスプレスキャンペーンっていうのがあって、これを活用すると 86.3% で ANA のマイルに交換できるんですね。なので5000ポイント ×86.3% ということで、楽天ポイント分が4180マイルに交換できます。でさらに SPG の方のポイント分ですね、625マイルに交換できますので、合計で4805マイルというシミュレーションしてみた結果ですね。じゃあ JAL の方はどうなのかというと、 JAL マイルの方もそのモッピーのドリームキャンペーンというのがありますので、これを活用した時に 80% 分で交換できます。マイルに交換できるんですね。なので楽天ポイント分が 5000×80% で4000マイル分で、 SPG の方が625マイル分と、で合わせると4625マイルに交換できるというような流れになっています。でもちろんですね、このモッピーポイントがなかなか購入できなかったりとか、エクスプレスキャンペーンだとかドリームキャンペーンがもしかしてなくなっている時もありますので、なくなっていたらもう少しちょっと状況が変わってきます。はい、でそれに対して続いて、楽天カードで決済した方のシミュレーションの結果ですね。でまず、楽天、同じ条件で楽天で5万円分お買い物をします。はい、で今回楽天カードで決済をしているので SPG で決済した分のポイントはないですね。でですね、楽天カード、まあ、ゴールドカード、プレミアムカードで決済をしたということを想定すると、だいたいイベントとかを絡めると 20% 分 SPU のポイント倍率が20倍ぐらいまで持っていけるので、
5万円かける20%ということで、楽天ポイントが1万ポイントを獲得できるという流れです。さらに、この貯めた楽天ポイントを、楽まで、モッピーポイントをだいたい1ポイント 1.6 円ぐらいで購入したとします。で、そうすると、モッピーポイントが手元に6250ポイント残る計算になります。で、そこからですね、同じ条件でマイルに交換していくと、ANA のマイルだと5393マイル。で、これだとですね、SPG カードで決済したよりも588マイル多い計算になります。で、JAL のマイルに交換しても同じでですね、合計で5000マイル貯まるんですけども、SPG でカード決済した時よりも375マイル多く手に入るという計算式になりました。まあ、シミュレーションしてみた結果、こんな感じになります。というわけでですね、楽天でお買い物するときに SPG カードで決済した方がいいのか、楽天カードで決済した方がいいのか、これを実際にシミュレーションしてみた結果、楽天カードの方が、まあ、若干なんですけども、マイルが貯まる交換率としてはいいという結果になりました。表をご覧いただいた通り、楽天でのお買い物を楽天カードで決済してマイルに交換していくとなるとですね、だいたい決済額に対して 10% ぐらいは還元率としてつくという計算になります。で、これが仮に Amazon でお買い物をしたと想定すると、まあ、ここも 10% まで数字は叩き出せないので、Amazon で商品を買ってマイルを貯めていくのか、楽天で商品を買ってマイルを貯めていくのか、こういうことを考えるとですね、断然に楽天の方が貯まりやすいですよという計算になります。最後にちょっと言い忘れてしまったんですけども、楽天でお買い物をするときは、ポイントサイトを通せば、お買い物金額に対して 1% 分のポイントもバックされますので、まあ、もうちょっと計算式としてはプラスになるかなというところです。はい、ということでこんな感じで終わりにしたいと思います。もしこの動画が何か役に立ったなとかためになったなとか思っていただけましたら、高評価のグッドボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。何かご質問ございましたらコメント欄に書いていただければ嬉しく思います。